こんにちは、ビストロシャイニーです。今日はですね、究極の減量飯シリーズということで、今巷で話題のジャガバードというやり方がありましてとにかくジャガイモとバードを食べるっていう、まあ、ものなんですけどバードって何ですか？バードって鳥です。チキンじゃないですか？チキンじゃないです、バードです。バードですか？なんかでかそうですけどね。ジャガバードです。ジャガバード、はい。ちなみにこれの良さっていうのが、とにかく低カロリーにもかかわらず満腹です。あ、そうなんですか、はい、だから食いしん坊の人ね、お腹空いてしょうがないって人はジャガバードからまずはリハビリしてもらってでそれから、まあ、沼に変えていくと、沼よりもね多分ね腹持ちいいんですよ。で今日は1800で、で一応自分はそれプラス卵3個で2000って感じでおすすめしてます。あざみさんがボディビルの減量の時にやったやつですよね。そう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 、はい、初期のね。あの本当にね、腹減ったっていう思いはしなかった。だけど飽きたそうすかとにかく飽きさえなければ、はい、満腹度で言ったら沼よりも全然あのバロメートガールする味とか値段とかあったら満腹はもう貫いてる。一つのレパートリーとして、レパートリーとしてやってほしいです。はい、はい、お願いします、はい、食材、はい、これバードねバード720g、皮なしですか？皮なしです。皮なしバード、はい。でこちらジャガ、はい、ジャガ 1.2kg で、あとはトマトと玉ねぎとニンニクは風味付けなんでカロリーはちょっと入れてないです。これで作っていきます、はい、簡単です、はい、じゃあまずジャガイモは半分に切る。で炊飯器に入れる。多分ねこれ調理時間で考えるとほぼ沼と同じくらいの時間になると思います。簡単ですね。早いですね。すげえ簡単、早い。でやっぱ炊飯器でやることによってポチッと押すだけで火加減とかないですね。圧力鍋っていう人もいるんだけどね、やっぱり焦げる可能性が高くなっちゃうんで、焦げるとそれ大変だと思うんですよね。そういう意味では万能ですよね。万能です、はい、あの本当に手間いらずというかね、はい、基本的に、まあ、自分のテーマとしては減量中は手間をかけない、減量終わったらあの美味しいものを手間かけて作るっていう、そういうふうに考えてるんで、はい、減量中もさ手間かけてたらまずそれで続かないじゃないですか、普通の人って。そうですね。続かないなら他の手を考えてほしいんで、見てこれ言ってるうちにどんどんこれジャガイモこれとんでもねえ量だろこれ。 1.2kg なんて食えないですからね、そんなに。普通の人が食べられる、こんなに食べられないよって言なんすかそれ、今の今の何すかいるのよそういう人が。あ、いたんすか。あのね、はい、結構まあ身近な人でね、痩せたいって人いたの結構でかい人で、俺ジャガバードおすすめしたのね。じゃあそういうの食いしん坊かどうかはちょっと別としても、こんなに食えないよって言ってたから。あ、言ってましたでもこれ食わなきゃむしろ代謝落ちてダメですからって言って、はい、無理やり食べてもらったぐらい、はい、もう満腹やばいです。でこれぐらいになったら水を入れてください。もう沼じゃないですか、ほぼほぼ沼だね。ここで水入れてほしいんだよね。こんぐらい、8分目ぐらい、芋の8分目ぐらい、この状態で塩、まあ、10g ぐらいですかね、はい、ちなみにこれもこの中に入っているもう1日で食えばいいシリーズなんで。あ、いや1日全部取っちゃうと。そうだから塩分は最大でも 15g ぐらいにしてください。でちょっとこういうシーズニングなんかも自分使いますけど、これもお好みですね。香りですね、うん、で一番おすすめなのはじゃがいもといえばね、やっぱローズマリーなんだよね。ローズマリー、うん、最高。めっちゃ入れるじゃないですか。めっちゃ入れる。もうめちゃめちゃ入れちゃう。めちゃめちゃ入れちゃって。でここからバード。バードですね。でバードさんはじゃがいもと同じぐらいの大きさにしてあげると非常にこう食べやすいんで、これの大きさね、バード。これね、空腹忘れるぜ、本当に辛かったもん逆に。何がですか？食べるのが。マジですか？だから沼ってさ、やっていくとさ、はい、慣れてきちゃうじゃん。そういう時に1日2日入れてほしい。うん、いいですね。で女性だったらまあ1200ぐらいに調整してもらって食べるといいかもしれない、はい、これ食べてる時ってね、まあじゃがいもってねやっぱり水すごい含むから、はい、まず便秘にならないね。あ、そうですか。根菜いいって言いますもんね。根菜めちゃくちゃいいから、うん、でそういう意味でも、ね、かなり健康的にもねおすすめです、はい。今から玉ねぎ入れるんだけど、玉ねぎ、じゃがいも、ベーコンってね黄金の組み合わせなのよ。結構ベーコンいないけど、バードはその代わり、バードがその代わり、これね次々と入ってきますよ。ニンニクも相性いいから、はい、あ、相性良さそう、うん、相性いいやつしか入れてないの。これかなり平和ですね、こんなの。いや本当だから、はい、仲いいやつだけで仕事してる感じだよ今の俺たちで。だからそうですね、はい、それぞれがそれぞれの味を引き立てる、それがマッスルグリルです。そうですねいいよ、ちょっとこいつ癖ある俺みたいなやつだからそういうやつは一人で一人二人いるともう揉めますからね、はい、でこのトマトね、こいつあのドロドロになっちゃうんで結局ね。ただね結構ね、炊飯器やっぱ吹きこぼれるっていう悩みが多いみたいで、はいはいはい、そこはねちょっと自己責任でやっていただいて、マッスルグリルがねそういうね沼対応の炊飯器できればいいですけどね。そうですね、あ、はい、もうねそれ本当いいと思う。結局それ専門にしないとこういう料理っていうのは、はい、あの安全性高い状態でやってほしいじゃん。そうですね。俺はもうタイガーを使ってんだけど、それはちょっと違うだけでもう設定が違っちゃうんで気をつけてくださいね。そうですね、ちょっと気をつけてやっていただいて。今回のジャガバードは問題ないですか？ジャガバードは多分吹きこぼれないです、はい、で皆さんこれで終わりです。
あもう終わりですか。あと炊飯器で炊くだけなんですよ。マジっすか、うん、もう沼より簡単ですね。沼より簡単だし、はい、沼よりね乾物が入ってないからフレッシュな味わいでございますから、はい、じゃあちょっとこいつをいつもでこの音、はい、さえずり、はい、ジャガのさえずり。え、バードじゃないですか。ジャガのさえずり。ジャガじゃない。ジャガ泣かないですよ。ジャガ泣かない。で、はい、これで、はい、沼の風味入っちゃうんで、はい、こんな感じで。でもこれで終わりだから。終わりっすか、うん、じゃあ待つだけっすか。そうで、ちょっと蒸らす時間もあるからピーってなってから1時間。わ、はい、かりました、うん、待ちでお願いします。はい、ジャガバードピーピーになりましたね、うん、とりあえず今炊き上がった状態で、はい、こうなんかセメントのようじゃないですか、うん、そう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 、はい、だから鶏はね茹でてるというかじゃがいもの上に乗ってるから蒸してる状態になるんだよね、うん、でじゃがいもがほらホクホクでしょ。本当だ、うん、これがジャガバードです、はい、ちょっとねこの後蒸してもらう、もうちょいじゃがいも膨らむんでそれから食べましょう。わかりました、はい、はい、お待たせしました。これがですね、ジャガバードの正体でございます。これがジャガバードですか、はい、うん、ちょっとまあ汁が多いんだけど、はい、ポトフみたいな。あ、そんな感じですね、うん、そういうイメージですね。で、今、まあ、5分の1ぐらいの量こう持ったような感じになりますんで、ってことはこれあと4食あるとですかっていうことになります。これ1日で食っていいですか。はい、かなりすごいです。かなりの量です。こんな食べられない量ってそうなるでしょ。なりますよ、ね、お腹いっぱいだよってなるでしょ、ね、なりますね。だからこれをねやっぱり俺は2ヶ月続けたんだけど、これほんとうまいよ。そのまずくね、じゃがいも好きだし俺、はい、でもねもう食いたくなくなる、うんうんうん、減量で言ったらひもじいな、お腹すいたっていう感覚はもうない。そうですか、うんうんうん、でそういう意味で言うと食いしん坊にはこれ特化してると思うけど、これを2ヶ月続けると人としての喜びがなくなっちゃう。やっぱり減量の醍醐味って腹減ることじゃん、はい、それでなんか何食べようかなっていうのも楽しいじゃん、うん、それは奪われる。そう考えると沼ってすごいですね。まあ沼はすごい楽しみですもん。だからバランスがいいから沼は。そうですね、それは全部こうなっちゃってるから、これ満腹度に対して満腹度これですか。そう、であとは味ちょいちょいあるよ、はい、味もでもあのじゃがいもうまいから、はい、普通にうまいし。あ、じゃあちょっと食べてみますか。ちょっと食べてみてみましょう、はい、いただきます。じゃがバードね。じゃがバードはポトフですよ。まずじゃがからいきますよ、うん、いただきます。あ、うまい。うまいでしょ、うん、鶏の出汁が染みてめっちゃうまい。熱々っすね、うん、何回も言うけどポトフなの。あ、これスープうまいっすね。スープうまいでしょ、うん、飽きるんだよでも、はい、うん、とにかくそれはわかります。なんとなくあとめちゃめちゃ腹いっぱいになるから、うん、鶏肉もホロホロっすね。あ、バードバード、これじゃがいものさっきも言ったけど乗っかってる状態が蒸し鶏なんだよね、うん、うまいうまい、うん、蒸し鶏。ああ、あの例えば柔らかいご飯苦手な方とか、うん、そういう方はこっちの方がいいのかなって。あの、ね、自分ね結構カレーとかもそうなんですけど、うん、ゴロゴロよりもサラサラの方が好きなんですよ。だからご飯も柔らかくて、うん、本当沼とかベストなんですけど、うん、こうやって一個一個ゴロゴロゴロとしたものをバクバク食べたい人はかなりいいんじゃないですか。かなりいいと、うん、弁当に持っていくのはちょっと液体が多いから大変なんで、今の自炊期間に体重増やしたくない人におすすめかもしれない、うん、どっちにしろね今食べに行けないじゃないですか。そうですね、そうそうそう、だから減量っていうつもりじゃなくて今はまあじゃあ体重増やしたくないんだ、はい、で開けたら美味しいもの食べに行きたいんだっていう考えの人はねぜひやってほしいです、うん、なんかね甘いっすじゃがいも。そう、じゃがいもって意外、うん、まあ種にもよるんだけど、はい、これは甘い芋だね。まあ、じゃがいもと鶏は予想通りですけど、うん、スープは全然想像と違う味、うん、だしが出てるでしょ、ちゃんとだしめっちゃ出てますね。あとね、玉ねぎとやっぱトマトが大事。玉ねぎ、トマト、ニンニクかな。ローズマリーですね。ローズマリー、はい、だからさっきも言ったけど相性のいいやつらしか入ってないからこれ、うんうん、かなりいいものを作り上げてますみんなで、うんうん、でしょ。あ、でちなみにこれ脂肪入ってないんで卵を本当だ3つ食べてもらえるといいかなと思います。もしくはアンパンマンチョコ使う。まあちょっともいいよ。それ食べたいっていう人はね、はいはい、これねスープと分けて、うん、スープとして飲んでっていうのもいい。それいいかもしれない、はい、ザルに開ければ、はい、うん、あとじゃがいももうちょっとマッシュしてもいいかもしれないです。あ、そうですね、はい、これいろんなやり方あるな。これね8分目で今日水入れちゃったけど多分もっと少なくてもいける、はい、でも味だいぶ濃いっすよ。あ、濃い、はい、あ、そう、うん、すげえ出てますこれ。出てる。だから水分でもっと多くてもいいかなと思いました、うん、なるほど。これはね、本当に今空腹で悩んでるダイエッター、とりあえず飽きるまでやればと思えるので本当に食っていいわけですからね。そう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 、食べる量とカロリーって比例しない場合もあるんですよ。その食材のチョイスによってはね、カロリー少ない割には超満腹っていう状況にもできるんですよね。米とかね、芋がやっぱその可能性を秘めてますよね。そう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 、そうなの。これどうよ、満腹感。いや、満腹感はすごいですね。すごいでしょ、これ、うん、これなかなかでも減らねえんだよ、まず減らないし、うん、だってじゃがいも 1.2 キロ入ってるから全部でじゃがいもイコールでんぷんだからかなんか太るっていうイメージ覆るでしょ、カロリーの概念で言ったら。しかもそれは間違いないものですからね。倉光さんが、あ、はい、
炊飯器料理やってくれてるらしいです。え、マジっすか、はい、見てるかも、クラミさんが見てるかもしれない、ね、ナチュラル好きのクラミさんがやってくれたらもうほとんどの女子のハートを射止めたようなもんじゃないですか。いや、ほんとそうっすよ ね。で、なんか鳥の炊飯器調理の写真を送ってくれたんですけど、うん、めっちゃなんかおしゃれだ、おしゃれなんだ、でこれもおしゃれになるかもしれないです。これもね、クラミさんだったらお花とか入れるでしょお花入れるでしょ、ね、でしょ、うん、それは叶わないですよ。そうですね、でもいろいろこれやってほしいですね、皆さんも、ね、簡単だから、うん、あのもう今日まあ全部隠さずお見せしましたけど、で、値段もそんな高くないですよ、これジャガイモだって。安いですよ、ジャガイモなんてめちゃめちゃ安いから。でもほんとね、さっき言ったようにジャガイモ潰すとか、うん、そうそうそう、ジャガイモ潰すといいかもしれない、うん、やったらなんかもっとねいいかもしれない。確かにこれ飽きますね。飽きるでしょ、うん、単調でしょ味が。単調、うん、飽きたからっつってさ、例えばなんかドレッシングのかけるんだったら、俺は最初から焼きそば食べてほしいよ。もうだからこれが全てなんですよね、沼とかに関してもそうです。そう、やりやすいようにやってもらっていいんだけど、本来の俺の目的としてはだウェイパーとかそういったものを入れた瞬間に、俺だったらラーメン屋行く、同じだからそれはそう、あさみさんと考えたら、俺と考えたとそうだよ、はいはい、極端って言われたらあれなんですけど、キムチ入れるなら俺焼肉食べ行っちゃうし、はい、だから俺の中ではもう そういうもんだな、はい、そういうモードに入ってる時に食べるものだから。そうですね、そうそうそう、はい、まあ、本当ね、これはね2ヶ月間続けるっていうよりかはやっぱ間に入れてほしい。そうだね沼系のものの間に入れてほしいです。これ食べると沼のありがたみがまた分かってる。分かります、分かります、沼食べたくなりますもんこれ。そう、うん、あのね、本当に奪われるんですよ、食べたいという欲求が、はいはい、その時の、はい、もう人間の絶望感って言ったらないですよ、はい、そうですか、うん、もうこんな食べられないよってなっちゃいますこんなばっかり食べてもおかしくなるなってなっちゃう。あの人が続かなかったらそこなのよでもね、あの人は、はい、あの5キロ落ちたのよ。確か7キロぐらい落としたの、はい、短期間で。でも170キロぐらいありますよ。そう、まあそうなんだけどそんなねそんなねでもなんか見た目も明らかに細くなるぐらいはできてたから、うん、ただケーキ食べたくなっちゃったんだけどそかそか、あまりにも単調だから。元気してるから見てますか多分見てくれてると思うんですけどね、はい、まあどうよこれ一つバリエーションで。いや最高です、うん、沼、マグマ、はい、セメント、ジャガバードでいいですか。いいですよ。いいですか。いいです、いいです。よかった。ただちょっとなんかあの違いますよね。違う、ちょっとその仲間には入れてない。そうそう、やっぱり、はい、その基本はもうこういう円満、これは円満じゃないか、特化だから、特化だから、うん、はい、まあちょっと特殊なサブミッションです。サブミッションサブミッションはないです。サブミッションです。はい、腹いっぱい食ってみって感じですよね、これ。そう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 、もう食いから飽きるからでもこれはね、そのさっき言ったようにあの食材に対しての冒涜ではなくて、はい、あの本当にあの元々相性のいい食材が入ってるんですよ、うんうんうん、俺もいろいろ食べてきてね、はい、そのローズマリーとジャガイモとその鶏肉、まあできればベーコンがいいんだけどさ、はい、これはもうめちゃくちゃ黄金、はいはい、黄金なんちゃら、絶対いいやつですね。そうそうそう、はい、まあまあまあやってください、ぜひ5回目のところでやってくださいよじゃあジャガバードやってみー。